橋岡昨日頑張ってましたね、本当に。ルートンはもう守備のセオリー誰も守ってないから、あのチームではもう頑張るしかないっすね。いやもうルートンだってもうね、失点するべくしてしてるというか、よくあそこまで2点で持ったなみたいな、ちょっと厳しいと思うな、ルートン、あの戦力で、あの守備の約束とのなさは。なさというか、失点しないためのセオリーの守らなさでやるのは、T 字もロックもさ、コンプも何もできてないからね。もう橋岡がもう、降格したとしても、橋岡が他のチームに誘われるぐらい頑張るしかないね。